ディスクグラインダーをお持ちの皆さん、ディスクグラインダーって操作が危険で、鉄筋などを綺麗にカットするのが難しくないですかジグがあればいいけど、高いし、わざわざ買うのもなーってことで、今回、ディスクグラインダースタンドを作ることにしました。作るのが簡単な割に、めちゃめちゃ使える再現性の高い動画ですので、ぜひ、製作の参考になさってください。では、早速、参りましょう。材料は、板材、木材、 T 字型ヒンジ、ビスです。ヒンジはホームセンターのドアのコーナーに売ってました。約1000円です。板材などは端材を使用しているので、実質1000円で製作できます。完成イメージに沿って作っていきます。まず、ディスクグラインダーの持ち手のネジがヒンジの穴に入るかチェックします。入る方は次の工程へ。入らない方は穴を拡張してください。 このボッシュのディスクグラインダーの持ち手は穴に入りませんでした。穴を拡張します。ビットは10ミリを使用します。穴を拡張したら、ヒンジを板材に取り付けます。取り付ける板材は操作性を踏まえて、片足を置けるスペースがあるものを選んだ方がいいと思います。ヒンジを取り付けたら、ディスクグラインダーを取り付けてみます。 この機種のように左右に穴がある場合は板材の外側に刃が向くように取り付けましょう。しっかりと締めると意外とディスクグラインダーがぶれません。次に切断材料を固定する部分を作っていきます。作業としては適当な木材を板材に取り付けるだけです。ここでのポイントは3つ。1、木材を取り付けるときは切断したいものが刃に当たるような位置にしましょう。2、 木材がディスクグラインダー本体に干渉しない位置にしましょう。3. 板材に直角に取り付けましょう。これら3点に注意して取り付けることができれば、なんとこれで完成です。では実際に使ってみましょう。ここでお願いです。ディスクグラインダーをヒンジにセットするときは必ずコンセントを抜いた状態でセットしてください。間違えてボタンを押すと大変危険です。セットしたところでコンセントを出せ。 このラインで切,ってみます切りたいものをクランプなどで木材に固定して片足で板材を押さえていきます <noise> 断面を見てみましょううまく切りました。 簡単であっという間に作れる割に操作性も申し分ありません。ちなみにテーブルで使うときは板材とテーブルをクランプで固定して使用することもできます。さらに刃をヤスリタイプのものに入れ替えてハンドルを反対側に付け替えると簡易的なベルトサンダーに早変わりします。安価に一石二鳥なジグができていい感じになりました。ちなみにコンパクトな設計なので本棚にも収納可能です。 はい。今日の動画は以上です。今後も色々な制作動画を更新していきますので、ご興味があればチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは。